エトラちゃんは見た。俺は黒木。昔実家で雑種犬を飼っていた。ほう、散歩行こう。ほうは芝っぽい黒の中型犬で、賢くておとなしくてちょっと臆病なやつ。それが愛おしいのだ。こんにちは。ある時、いつものように散歩していた。すると突然、あ、ほうは弾丸みたいな勢いで走り出してしまった。今まで一度もこんなことはなかったので、油断した俺はリードをつかみ損ねて脱走を許してしまった。こら、待て、ほう。まったく、どこ行ったんだ。うわ、いった。うわー、噛んでる。くそ、離れろ。うわー、すいません。男の怪我は軽傷だったけど、警察も来た。この犬が急に飛びかかってきたんすよ。まさか保健所に連れてかれて殺処分とか。そんなことが頭の中をぐるぐるして震えが止まらなかった。もうなんでこんなことしたんだ。黒木、母さん、ほうが人噛んじゃったの。うん。おい、あんた、あんな犬野放しにした責任きっちり取ってもらうからな。本当に申し訳ありませんでした。男は怒り狂っていた。俺は親と一緒に土下座する勢いで謝った。事態が急展開したのは翌日だった。昨日のことでお伝えしたいことがありまして。ご近所の家族が訪ねてきたんだ。実は噛まれた男は両親と一緒に訪ねてきたツツジちゃんという女の子に無理やりいたずらをしようとしていたことが分かった。ツツジちゃんの母親とうちの母親は友人で、元気だった。うん。ツツジちゃんはほうが大好きだった。襲われたツツジちゃんはすぐに男に口を押さえられてしまったが、おそらくほうは一瞬の悲鳴を聞いて駆け出したのだろう。ほうが助けてくれたの。ツツジちゃんは泣きながら話してくれた。いっつ、なんだこの犬、離れろ。男がほうに気を取られている間に、怖くなったツツジちゃんはその場から逃げ出した。男に襲われたことは家族になかなか言えなかった。しかしほうが人を噛んで警察が来たことや、人を傷つけた犬は保健所に連れて行かれる、実際は違うがという話を聞き、そのままじゃほうが死んじゃう、お母さん、あのね、と母親に打ち明けて警察に行ったそうだ。ほうは一躍我が家のヒーローとなり、ツツジちゃんの家族にもこちらが恐縮するくらい感謝された。ツツジちゃんの父親は涙ぐみながら、ありがとう、ありがとう、と頬を何度も撫でていた。頬は格闘した時左足を折られていて、治った後もほんの少し足を引きずって歩くようになったが、数年後に旅立つまで男に噛みついたような激しさを一度も見せることなく、賢くおとなしく少し臆病なままだった。正月に実家に帰ったら、ツツジちゃんの結婚が決まったと聞いた。それを聞いたら、ほうも喜ぶんじゃないかな。ご視聴いただきありがとうございました。犬って耳がいいって言いますもんね。少女が発した一瞬だけの SOS を聞きつけて果敢に立ち向かったほうは本当にヒーローですね。男の言い分だけで殺処分なんてことにならなくて本当に良かったです。それにしても、ほうという名前の由来は何なんでしょうかね。ほうって顔してるからですかね。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また、少しでもいい話だと思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。